はい、これも、リサイクルショップで55円でした。ね、こんな値段で売ってしまうんですから、ありえないですね。で、この値段で売っていた車が、こちらになります。これも強襲の車なんですが、強襲の車を55円で売ってしまうというね、神経がわかんないですけどね。これが、AMG の、車で、AMG、エーマーゲーと呼ばれましたけども、エーマーゲーの SL。これはメルセデス・ベンツブランドの傘の下で、究極のエクスクルージブ性を追求するメルセデス・マイバッハと並び、究極のハイパフォーマンスを追求するブランドとして、メルセデス・エーマーディ・ AMG ブランドを立ち上げた。世界のレース歴に名を残す SL。その名を受け継いだロードスターに、モータースポーツの世界で凝った技術を余すところなく導入した。究極のないハイパフォーマンスモデル、メルセデス・ AMG SL。ラインナップは 5.5 リッター V8 直噴ツインターボチャージ。エンジン搭載の SL63。SL63 ダイナミックパッケージを設定。最高出力は430馬力、585馬力、5500回転、最大トルクは990キロ、2250から3750回転を発生。トランスミッションは7速オートマチックを搭載。ドライバーの意思と完璧なまでシンクロする AMG スピードシフト NCT。 重いのままハンドリングと快適性を高い次元で両立するANG スポーツサスペンション、アクティブボディコントロールなど、数々の独自技術を導入。スポーツスピードを上げれる設備と、マジックスカイコントロールパノラミックバリオルーフなどの設備。ボディカラーは、セルサイドグレーを含む全10種類というのを用意し、下りハンドルドのように設定です。で、これは、SL63 が2770万円。2770万円ですね。で、SL63 ダイナミックバージョンというのが2240万2000円です。2000万円超えですね。2000万円超える値段です。さすがですというですね。これはなかなかね、しかも ANG の車ですからね。なかなかこれがまたかっこいいですね。これなんで55円で売っちゃおうかなみたいなね。これ強襲ですよ、これね。で、こういう風なものでして、ただね、2012年当初から見ていただいた方々がですね、まあ、強襲のミニカーって人気がありましたから、知ってるよっていう方いらっしゃるんですけども、今、動画を見てる方も世代がね、もうまたさらに違う世代、もっと若い世代だと、変わってきてしまいましたから、当時見てた子たちはもう今もうすっかり大人になってね、もう社会人になって、まあ、忙しい、この世の中の中に揉まれていったかなと。いうふうになるんですが、まあ、そうすると今度はその2012-13 年で活躍していた動画、ミニカーの動画を投稿を活躍していた人と一緒になって見ていた同じ世代ぐらいの人たちがもう兄ちゃん姉ちゃんになって、で、まあ、言ってみればその弟の世代ぐらいになってるのかな。だからもう、その第2世代、YouTube でした第2世代の世代になってきてるかなというところなんですが、今の中学生、高校生若して強襲が勢いがあった頃っていうと、もうほとんどあんまり知らないですよね。だって強襲が勢いがあった頃ってのはサークル系サンクスがまだあったじゃないですか。から、まあその時に今の中学生ぐらいがいくつぐらいだったかちょっとはっきりとしたことは分かりませんが、おそらく中学3年から1年生ぐらいの子でも小学校3年生とか2年生とかそのぐらいじゃないかなと思うんですよね。今から強襲が勢いがあったのが もっと古くて18年ぐらい前からありましてね。で、それが確か2008年ぐらいがなんかに確か終わったんじゃないかなと思うんですよね。だからもうそのサークル系サンクスというコンビニ自体を知ってるのは今の中学生ぐらいだったら ほとんど知らないんじゃないかな。知っててもまあ記憶にあるかないかぐらいの年齢ですよね。ちょうど5だからいくつぐらいだろうな。小学校に上がるか上がんないかぐらい下手したらね。
なんでもう世代がもうその頃とまた違った世代になってきちゃってるから、一時教唱はね YouTube でいろんな子たちが紹介されてて、これいいななんて言ってたんですけども、もうその子たちの大半が動画をやめちゃった子もいれば、もう忙しい社会人は忙しいから忙しいさなかになっちゃって、でそれでもうね動画投稿があんまりたまにしかできなくなっちゃったとか、そういった人たちもいるので、だからまあその頃のなっちゃってますから、まあ当時のことをあまり知ってる人ってのは少ないんじゃないかなと思うんですが、まあ当時これで500円でこの出来ですよ。新車で買って500円でこの出来なんだから、これは驚きましたよ。当時ね、この500円では買えないだろうと、まあ安くたって1000円ぐらいはするんじゃないかなと思ってたんですが、まさか500円で買えるなんて思いもしないですよね。何しろもうその人、その夢中になって買ってた中学生高校生だって今もう24か25ぐらいになってるんだからね、考えられませんよ。年下の子でももう20歳ぐらいになっちゃってるわけだからね、その子たちが夢中になって集めてた頃の時代ですよ。教唱はその頃の教唱ってのはつい5、6年ぐらい前の時代ではあるんですけども、いい時代でしたね。今ああいうミニカーが今なくなってしまいましたからね。今は逆にマッチボックスだとか、昔からのマッチボックス、ホットビーズとか、ああいったのが人気があってですね、もうかつての競争のあの勢いっていうのは、やっぱり富勝サイズではいいところまで勝負してたんだけど、結果的にはかなわずに負けてしまったっていうのが、ちょっと残念なところだったなっていうところであるんですね。まあ、基本的にはまた競争のシリーズっていうのは、あの値段でもう一度出すっていうのはちょっと難しいかもしれないんですが、まあ出してほしいなっていうところはありますけどね。でもまあなかなかこの競争のくらいのものっていうのは非常にいいです。だから今の 20歳ぐらいから24歳とか25歳ぐらいの方にとっては懐かしいんじゃないかなと思うんですが、競争のミニカーね。でこういう風になっていて、非常にこのベンツの、かっこよさっていうのがいいですね。ANG なんで、エーマーゲーなんで、普通のベンツより速いんですよ、これ。まあ、本来のベンツより速いんだけど、それをさらに速くしましたっていう感じでね。もう、ベンツ公認の、ベンツから分かれた会社だから、もう、真っ先にもうベンツ公認の会社ですよね。チェーニングメーカーの会社なんで、非常にこれはいいなという感じですよね。なかなかこの手の車ないですよね。今競争のミニカーどうでもみんな高くなっちゃったからね、みんな1000円超えてもう当たり前みたいな金額になっちゃってますからね。でよくこういうのって、例えば中に台座いらねえやって台座ポイって捨てちゃう人いるんだけど、あれ捨てちゃいけないんだね、本来はね。台座捨てちゃうっていうのはちょっともったいない。台座がついてるから価値があるんで、台座捨ててしまうと価値がちょっと下がっちゃうんですよね。だから多分これも多分売りに来た人はどういう子かは分からないんだけど、まあそういう人がかつて子供だった子たちが、ゴールドになる、クラゼロクラじゃないんですけどね、かつて子供だった人たちが、大人になったから、ね、大学生ぐらい兄ちゃん姉ちゃんになっちゃったから、じゃあもういらないって言って多分売りに来たんじゃないかなと思うんですよね。ただその時に台座を乗っ取っておけばね、多少価値はついてたんですよ。ところがね、中学生の時ってのはね、過ちが多い時もありましてですね、台座なんてそんな価値なんかねえだろうと思ってですね、ポイってやっちゃうんですよ。でそうするとわーってなるんですよ。もう大学生ぐらいになった時に、ああなんで俺中学の時あんな台座いらねえと思ってポイって捨てちゃったんだろうみたいなね、もうそこで悔やんじゃうわけですよ。ところがこれってのは台座ってのがある意味大事だって、これ台座の上に、要するにこういう競争のミニカーって飾ってなんぼでミニカーだから、もうもちろん走らせて遊べることはできるんだけど、飾ってなんぼですから、もしその台座がついた上で、売ってたら、こんな55円なんてとんでもない値段じゃ売らないですよ。まあもしかしたら5、600円とか400円ぐらいで価値がついて売ってたかもしれないですね。ただこれが台座が残念ながらないということで、まあ55円。まあ台座がないからつってね、55円はあまりにもひどいと思いますけどね。でもまあそんな値段売っちゃったんですよ。だからいいですか、どっかで聞いてる中学生の子でいいですか、
台座が、台座を捨ててしまう、こんなもったいないことはやめな、おやめになった方がいいですよ。台座を捨ててしまうぐらい、これほどなさ、あの、これほど悔しいことはないですよ。台座は捨てずに取っておきましょうみたいなね。台座は捨てずに取っておいて、で、もう走り終わったらもうガレージに車を止めるみたいな。台座の上にこういちいちネジで締めるのも大変ですけども、まあそれでネジで締めるか、その上にポンと置くかなんかしてしまった方がいいと思います。台座を捨ててしまった中学生は多くいらっしゃるかもしれませんが、それは非常に悲しいですよ。そうすると後になって、ああ、あの時台座をっていうね。だからもうあれですよ、昔トミカの小学生の時、トミカの箱なんかいらねえやつと思ってポイって捨てちゃったね、保育園とか小学校の時ね、低学年の時ですよ。でその時に後になって、もう中学生とかになって、それこそ、あ、箱ってこんな貴重な価値があったんだなっつって、あの時なんだ箱捨ててしまったんだみたいな、そんな後悔と同じですね。ただ箱をきれいな状態で取るよりは、ある意味台座がついてるものを取った方が保存はしやすいですよね。箱だとほらね、落っことしたりとか汚れがついてしまったりってことがあるんですが、台座の場合は仮にそういう汚れとかがついたとしても、拭き取ることができますしね。まあ多少ちょっと滑って落っことしたからっつって、まああんまり高いとこから落っことしたらバリンって割れちゃいますけども、まあそういうバリンって割れることがなければまあ大丈夫なので、基本的にはその台座なんても箱と比べたら非常に扱いやすいと思いますよ。箱の方がかえってね、ちょっと扱いにくいんだよね。だからそういうところは強調はいいところなんですよ。強調はね、箱の代わりに台座に価値があるから、台座も含めて価値があるから、やっぱりそうすると台座の方がやっぱりこう価値がですね、あの違うんですよね。それをちょっと取っと保存しておくにも、やっぱり台座の方が箱と比べたら取り扱いはしやすいと思うんです。これを台座をなくしてしまうっていうのが今度結果になっちゃうんですよ。台座をなくすと55円になってしまうとね。え、リサイクルショップ持ってってさ、はい、10円で買い取るの好きだからさ、ね、ああいうお店10円ですっつって10円で買い取られて、いくら売ってんのかな、はい、55円っつったら、それを目の当たりに見てごらん。どっかの中学生だってそれ目の当たりに見てごらん。えらいショック受けるよ。うん、ものすごいショック受ける。だって中学生って言えばさ、もうね、もう世の中には、いわゆる世の中から言ったら中二病って言われるぐらい、もう中学生って果敢な時期なんですよね。そんな時期にさね、表彰のミニカーが55円で売られてるんですよ。己ショッカーめみたいなね、もうそれぐらいの怒りですよ本当にね。ですからもう55円で売っちゃいけないのね。だこれ台座がないにしたってさ、これって台座がないにしたって、それだって300円だって売ってんの安すぎるぐらいだよこれね。そういうことなんですよ。もともと嘲笑の意味って、こう台座があって、台座の上にこうやって乗せることによって、まあ、それこそこういうターンテーブルみたいになってことによって、要するにちょっとしたほらモーターショーみたいな感じでね、ああいう風に飾っていただけるよっていうな。だから箱を保管するよりも台座の上に乗せて保管する方があれなんですよ、しやすい。だから箱を保管するよりも台座があった方が保管しやすいんです。箱がどうしてダメかって言って、箱ダメってことはないんだけど、箱を保管すると、箱ってのはほら落っことしたり、すると、まあ、紙ですからね、最悪そこが水たまりかなんかあったらビチャッと濡れてしまったりとか、あるいはそのあれですね、箱はほら汚れがあんまり白くなってくると、それで拭こうと思うとほらそれこそすぐ濡れてしまうから、だから箱の場合って保管するのが大変なんだけど、台座の場合は拭けばいいだけだからね。ね、ホイサッサじゃないよ、昔ホイサッサって洗剤があったけどね、ホイサッサって言って、あれでサッと拭くと、あらまみたいなね、綺麗なのね。だああいう風にサッと拭けば綺麗なのから、台座の方がやりやすいんですよ、保管するには。
だからもったいないよ。多分その中学生の子おそらくはですね、大人になった時多分後悔しちゃうよ、このまま行くと。なんで教唱の大事あんなに捨てちゃったんだなみたいな、大事なのなんか捨てておかないでよかったなみたいな。それこそほらミニカーがたくさんなってきて、もう置ききれないなと思って、じゃあこれ大事にしてたけど、まあ台座の台座ついて、台座ついてるから台座ついて売ろうかなって思った時に、そこに値段が高かったらさ、買い取り値段が高かったらさ、ラッキーじゃん。ところが買い取り値段がなかったらさ、買い取り値段が安すぎたら、やっぱり打撃を受けるわけですよね。まあそれは後で使う人のことをことで大事に使ってくれればいいやっていう考えがあるのは分かるんだけど、ただそこで実際に10円ですって買い取られたね、あの衝撃よ。いくらですか、 How much って10円です、10円ですって言われたらね、もうエコーのように10円だけが頭の中にしびってくるという、こんな悲しいことないよ。ベンツを降りに行きました、いくらですか、10円です、メルセデスベンツですよみたいなね、もうそれぐらいの怒り浸透ですよ。マツコの怒り浸透以上の怒りですよ、これね。だからね、大手のリサイクルショップはね、バカにしすぎだよ。買い取り価格をバカにしすぎ。10円です。やってらんねえわって話じゃん。だから実際それ誰かが使ってくれればいいなっていう気持ちはわかるんだけど、ただあまりにも10円っていう値段は安すぎんでもほどすぎるんですよ。ね、だからといって金金金ってわけじゃないよ。だからといって金金金ってわけじゃないんだけど、まあそこに少しでも金額が高ければ今度次のミニカーを買うときにさ助かるじゃんね。だからそういったもので買取価格をお出かけできないかなって感じですけどね。いくらなんとも10円は白すぎるわっていうね。それこそ100円で買い取ってあげればいいのにとかさ、もうちょっと安くても50円とか60円とか買ってあげりゃいいのにな、そう思うんだけどね。だけど世の中今の現在の状況だとリサイクルショップ大手に行くは10円です、下手したら無料ですって言われるんですよね。いやー、買った時のことをねだから考えだね、なんて死だっていう感じですね。どうもありがとうございました。